と義信を本気で取りに行ったヤンキースは2番手ですらなかった。悪の帝国の異名も過去のもの。オフの補強で西の名門に完敗。昨季82勝に終わり、7シーズンぶりにプレイオフ進出を逃したヤンキースにとって、今オフは重要な時間だった。ブライアン・キャッシュマン GM が陣頭指揮を取る。フロントにとって、野手補強の標的はフアン・ソト、そして投手補強の軸としていたのが山本だ。NPB で MVP3 度という実績を誇り、まだ25歳と若い山本はヤンキースにおあつらえ向きの選手だった。最終的には10年3億ドルという巨額を提示し、1年平均の年俸ではドジャース2708万ドルを上回るほどのオファーだったことからも、高い熱意が伺える。ヤンキースは山本を獲得できると自信を持っていた。ある地元メディアはそう報じていたが、しかし、並々ならぬ意気込みで臨んだ山本争奪戦で、ヤンキースは12年3億2500万ドルを提示したドジャースに敗れた。山本のドジャース入団会見時、米大手代理人事務所のワッサーマン社のジョエル・ウルフ代理人は、ジャイアンツはいいリクルートをした。ドジャースが勧誘していなければ、山本の新天地はサンフランシスコだったかもしれないと、少し意外なエピソードを明かした。その言葉を信じるなら、ヤンキースは争奪戦の2番手ですらなかったということ。そんな裏話を聞くと、覚醒の感がある。知らんがな。アメリカの巨人なんて嫌でしょ。あんな狭い球場で、他の球場の外野フライがスタンド越えはなえる。アジアン差別が激しいからやろ。ニューヨークは寒すぎる。東海岸のチームはそれも大きい中地区のシカゴカブスの鈴木でさえシカゴは寒すぎると言ってたから、寒いし弱いし空原野は。井川も一郎もゴミの方に扱われたから情けるのが当たり前。井川の扱いがひどすぎた。反省するなら今すぐ井川とメジャー契約しろよ。ウィップ見ろよ。成績以前にヤンキースにひどい扱いされてたのは後で本人が語ってるからそっちのことを言ってるのでは。山本は投球中に報復行為で恋支給されそう。打席には立たないから。投球中に横から狙われる山本はロタわらわらわら。今考えると松井はよくやってたな。名門のおごりもあったかもな。少年入れ替えなきゃこのまま滑り落ちるぞ。巨人軍のことかな。ニューヨークに対するイメージが落ちてることも一つの要因だろう。リーマンショックやらでウォール街増資もあったしでアメリカでは、大谷がいなかったらヤンキースに行ったようにも思うけどな。40代からするとヤンキースとレッドソックスは未だに特別だけどな。もっとこの2チームに選手が行ってほしい。今は吉田だけだからな。ドジャース、悪の帝国の看板はいただきます。